土産線は、香川県中田土郡多土津町の多土津駅から、高知県高知市の高知駅を経て、道県高岡郡四万都町の久保川駅に至る、四国旅客鉄道の鉄道路線である。日本国有鉄道時代は、土産本線と呼ばれていたが、民営化後の1988年に、JR 四国は、線路名称を、土産線に改称した。 佐抜山脈及び吉野川上流に沿って、四国山地を越えて、田土津と高地を結び、さらに、戸佐湾沿いの内陸部を通り、久保川を結んでいる。広域輸送網としては、1988年の瀬戸大橋線開通前まで本州と四国を結ぶ、宇航連絡線の接続駅であった、予算線高松駅を、始発、終着とする特急列車が直通しているが、 瀬戸大橋線開通後は、山陽新幹線に接続する岡山駅を、始発、終着とする特急列車を主体とする、ダイヤ編成となっている。地域輸送としては、高松方面と琴平駅間の快速列車、普通列車、高知駅を中心とする高知県内で完結する、普通列車、高知県内では、第三セクター鉄道の土佐黒潮鉄道各線との直通列車、及び、 経由地となる徳島県三好市付近の近距離ローカル列車等が運行されている。多度津琴平間は国鉄末期に電化されており、高松方面からの電車列車が乗り入れている。しかしそれ以外の区間は電化されていないため、特急列車や徳島県、高知県内の普通列車には、機動車が用いられている。2020年3月14日には、起点の多度津駅に加えて、 新たに、全通寺駅、琴平駅で IC 乗車券、I コカが利用可能になった。多戸津駅高知駅間は、阿波池田駅、高知駅久保川駅間は、高知駅で、それぞれ運行管理を行っている。土産線の起点駅は多戸津。予算線高松、宇多津方面から直通する列車は、多戸津からは、単線の土産線に入る。全通寺は、 工房大主空海が生まれたところ、琴平は右の車窓に見える増頭山中腹にある琴平宮の門前井町。佐抜山脈の狩猟をイノシシビトンネルでくぐり抜け、池田の町を右手下方に眺めつつ闘信し、中央構造線に沿って流れる吉野川を571メートルの吉野川橋梁で渡ると、今度は西に向きを変え、すぐに筑田駅で徳島線と合流する。 池田は中央構造線上にある町で、土産線の線路は、阿波池田山阿波間にある丸山トンネルの中で断層地帯を突き抜けている。阿波池田、大杉間は、美しい渓谷沿いを走り、四季の車窓を楽しめる区間であるが、名うての台風上周地帯である四国山地を横断する路線として、出水、土砂崩れにしばしば見舞われる場所でもある。山間部には、 最大25%パーミルの勾配区間や半径200メートルのカーブが続く区間がある。大ぼけ、小ぼけは絶景ポイントとして全国的に有名。しかし、近年では大ぼけトンネルをはじめ危険箇所をトンネル化した部分が長くなり、吉野川の清流を楽しめる区間が減ってきている。途中に箇所スイッチバック方式の駅があるが、普通列車以外はスイッチバックせず通過する。 JR 四国全路線の最高所にある、重島駅から山を降り始め、土佐山田駅の直前で、高知平野に降りる。五面駅は、南国市の中心駅、高知龍馬空港に近く、また土佐黒潮鉄道五面、覇張線の接続駅でもある。高知駅は、高知県の鉄道交通の中心であると同時に、桂浜や高知城、江戸時代から続く土佐の日用市などへの、 アクセス拠点としても機能する南四国観光の玄関口。駅正面口鳩さで、交通の伝定にも直結する。駅舎は2008年2月26日に高架化が完成した。高知佐川間は大ね国道33号と並行するコースを取る。途中の井野は戸佐市の生産地、そして佐川町は戸佐鶴と並ぶ高知の地酒メーカー。 つかさぼたんの酒蔵が立つ町である。佐川付近で震度を南に変えると間もなく低い峠を越え、天然の良好に面した須崎市に至る。麻生駅は雪割桜で知られる桑田山の下車駅。須崎駅から先しばらくは土佐湾沿いに走るが、山が海まで迫っている地形のため、車窓は海と山とトンネル。土佐暮駅で海から分かれると、その先は、 延長9キロメートル以上に及ぶ25パーミル勾配の連続区間。南国の海の陽光が遥か彼方に感じられ始めた頃、4道、トンネルをくぐって、標高、約2 5 0ルの港南大地に出る。終点の久保川駅は、宿も、宇和島方面へと線路が連続しており、長大幹線の終着駅という印象は薄い。全区間で、岡山駅高知駅間の特急、 南風、高松駅、高知駅、中村駅、少も駅間の特急、四万と、高知駅、中村駅、少も駅間の特急、足摺りが運転されている。南風では、アンパンマン列車として運行されるものもある。大胸琴平駅、阿波池田駅、高知駅で、運転系統が分かれており、田戸津駅琴平駅間の電区間には、 高松方面との直通列車が運転されている。また、湖面駅高知駅間には、土佐黒鉄道五面、那覇線の列車が乗り入れている。以前は、ほぼ全区間にわたって、トイレを備えていない車両が重当されていたが、主力車両である線形車用に、トイレ設置改造が施行され、この問題点は改善されている。国鉄時代には、高松駅高知駅間直通の普通列車や、 高松駅、中村駅間直通の夜行普通列車など長距離を走る普通列車が多数運転されていた。瀬戸大橋線開業後の1988年9月からは、岡山駅琴平駅間直通の普通列車も運転されていたが、2019年3月16日のダイヤ改正で廃止された。多度津駅琴平駅間。 編集電化されており、日中は普通列車が1時間あたり1から2本運転されている。朝夕には、快速、サンポートが高松駅琴平駅間に運転される。琴平井南、阿波池田方面の普通列車は大半が琴平駅発着であるが、一部多度津駅発着のものもある。かつては高松駅阿波池田駅間の普通列車も存在した。 大半が電車で運転されるが、阿波池田方面へ直通する列車と、寝台特急、サンライズ瀬戸が、高松駅こと平駅間を延長運転する特定の土休日に限り続行する 1219M とその折り返しである 1224M は、多度津駅こと平駅間が運休となり、多度津駅こと平駅間は、 時刻を変更した上で 6219D6224D として、起動車での運転となる。琴平駅やは池田駅と佐山田駅間、編集佐野き山脈、四国山地を越え、香川県、徳島県、高知県の県境を挟む、この区間は、特急列車が1時間あたり1本確保されているのに、対して、普通列車の本数が少なく、 琴平駅や池田駅間は1日6往復、大ぼけ駅と狭山ま駅間は1日5往復、阿波池田駅大ぼけ駅間は1日7往復の運転であり、5時間以上間隔が開く、時間帯がある。特にスイッチバックになっている、つぼじり駅、新海駅に関しては、阿波池田駅行きは、両駅ともに午前中の停車が皆無となっている。普通列車は一部列車を除き阿波池田駅始発、 終着で運行されており、早朝、夕方に、琴平駅、阿波池田駅応募系駅間の区間列車が設定されている。また、多度津駅から阿波池田駅と高知駅で列車番号を変更して、井野駅まで直通する列車も一本存在する。阿波池田駅と佐山田駅間の一部列車を除いて、ワンマン運転が行われている。なお、この区間の最この区間は大雨になると、 運転見合わせになることがある。2011年3月のダイヤ改正で、この区間のホームのかさ上げが行われ、徳島線からの乗り入れがある、筑田駅やは池田駅間以外の区間でも、一部列車が1000系、1200系、1500型で営業運転が行われるようになり、2016年3月のダイヤ改正で、この区間の普通列車は1000型に統一された。 土佐山田駅高知駅先駅間、編集高知市の近郊区間として、日中でも1時間あたり1から2本、程度運転されている。大部分の列車が高知駅で乗り換えになるほか、土佐山田駅、高知駅井野駅間の区間列車も設定されている。一部の列車は平日、土曜日のみの運行である。土佐黒潮鉄道5面、那覇線の乗り入れる5面駅高知駅間は、 運転密度が高くなるが、単線のため交換待ちが多く、特急に比して所要時間のかかる列車が多い。昼間の列車は、五面駅で五面那覇線に接続する列車もある。2002年3月23日の改正より、高知発須崎行き最終列車の須崎終着時刻が日付をまたぐようになったが、二千二十年三月十四日のダイヤ改正で、同列車の運転区間を 井野駅までに短縮したため、須崎キ終着時刻は当日中になった。2021年3月13日のダイヤ改正では、その井野駅最終列車が廃止となり、須崎キ駅最終列車の時間が繰り下げられて、須崎キ終着時刻が再度日付をまたぐようになった。2012年3月17日のダイヤ改正で、須崎発高地域の4時台の列車と、 高知発土佐山大機の23時台の列車がそれぞれ設定された。なお、須崎発高知駅の4時台の列車は2020年3月14日のダイヤ改正で同列車の始発駅を井野駅に変更したため、須崎始発時刻は5時半台になった。高知発土佐山大機の23時台の列車は2021年3月13日のダイヤ改正で廃止となった。 ほとんどの列車が線型で運行されており、長時間帯を中心にキハ32で運行する列車が少数設定されている。また、土佐路塩鉄道9640があたが5面、那覇線からの直通列車を中心に運行されている。須崎駅、久保川駅間、編集夕方に運転される、久保川発須崎駅の上り1本を除き、 高知方面から久保川間の直通運行となっているが、本数は下り5本上り5本で、約6時間運転されない時間帯がある。全列車が線型で運行されている。最終列車は、下りが須崎20時48分発だが、上りは久保川18時40分発と非常に早い。多戸津駅こと平駅間瀬戸大橋線で運転されている。 瀬戸大橋アンパンマントロッコのうち一往復が、琴平駅を発着している。琴平駅大ボケ駅間1997年より、行楽シーズンに、阿波池田駅大ボケ駅間で、トロッコ列車、大ボケトロッコの運転を開始した。その後、2015年にリニューアルを行い、3月21日より、絶景、土産線飛行トロッコとなった。運転区間は、 琴平駅を募け機関に変更され、途中つぼじり駅、阿波池田駅に停車する。使用車両は木波185系と木クハ32系。2017年4月よりこの区間で新観光列車、四国真ん中千年物語の運転が開始されるのに、ともない絶景。土産線飛行トロッコの運転は2016年11月27日、限りで終了した。 高知駅久保川駅間2017年に高知県で開催されている志国高知幕末維新博に合わせ9月23日より高知駅久保川駅間でトロッコ列車志国高知幕末維新号の運転を開始した運転期間は主に春秋の行楽シーズンの土日祝日下り列車名は龍馬立志の牧、上り列車名は日本の夜明けの牧で 木ハ185系と木ハ32型を坂本龍馬や中岡慎太郎などの偉人が描かれた幕末推進仕様に特別ラッピングして運行されていた。下り、龍馬立志の巻車内でのみ、高知産食材を使用した弁当、龍馬のお弁当、顔の彩り御膳が限定販売された。また、井商業高校キャリアビジネス化。 ツーリズムコース生徒や地元住民団体などによる沿線ガイド、車内販売が行われていた。2018年及び2019年には、秋の運行開始に先立ち、高知駅すさき駅間にて、幕末移信号車両を使用し、ビールトロッコ列車も運転された。2020年春よりこの区間で新観光列車、心差し国土佐時代の夜明けの物語の運転が開始されるのに伴い、 幕末維信号の運転は2019年11月30日が最後となった。四国真ん中千年物語2017年4月1日から、多戸津駅、琴平駅応募計機関で観光列車四国真ん中千年物語が運行されている。伊予灘沿いの区間を走る予算線の観光列車伊予灘物語に対し、土産線の観光列車は、 山と川をテーマとしている。キハ185系機動車の改造車3両編成を使用し、土休日を中心に年間1 2 0日程度運行している。午前に運行する下り列車は空の郷乗り行き、午後の上り列車は幸せの郷乗り行きの愛称が付けられている。四国真ん中千年物語四国と佐時代の夜明けの物語 JR 四国は2019年2月。 高知駅久保川駅間で観光列車、心し国土佐時代の夜明けの物語を2020年春から運行する予定であると発表した。コンセプトは、心しをつなぐ、明日への物語未来夢見し水平の彼方へ。キハ185系機動車の改造車に両編成を使用し、土休日を中心に1日1往復する予定。当初は2020年4月中旬から、 運行開始予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響で7月4日、運行開始となった。ラ・マルコト・ヒララ・マルコト・ヒラ2017年10月より、岡山駅・コト・ヒラ駅間で、JR 西日本の観光列車、ラ・マルデ・ボイスが、ラ・マルコト・ヒラとして運転されている。運転日はど、日を除く祝日、区間別平均通過人員は、以下の通り、 特急以外は、JR 四国所有、普通のみ、運用のものは使用種別省略。電車、編集機動車、編集特急、南風に使用される2000系吉野川沿いを走る線、系一部区間で運用につく、キハ32系、筑田は池田とあるものは、徳島線直通列車に使用。機関車、編集電車、編集機動車、編集客車、編集、 多ド津琴平間は1889年5月に佐ヌキ鉄道により開業した。その後、山陽鉄道を経て1906年に国有化され、佐ヌキ線となった。多ド津淡池田間は佐ヌキ線の支線として建設された。佐ヌキ線は後に山陽線、そして予算線と解消される。アワイケ山は1931年に、 徳島は池田間の徳島本線を延伸して開業した。豊永高知須崎間は高知線として建設された。そして、三奈は豊永間が1935年に開業したことにより、多度津須崎間が土産線となった。その後、須崎駅から順次延伸され、中村線としての建設区間を編入し1951年に、久保川駅まで全通。 1963年に中村線の開業により土産本線と解消された。1987年民営化を前に田ど津琴平間が電化された。ただし、この区間は国鉄時代末期に予算不足もあり、自家釣り河線方式で電化されたため、電車の最高速度は時速 85km に制限されるが、 2000系機動車は最高速度時速 120km で、その他の一般型機動車は時速 95km で走行することができるので、電車より機動車が速く走れる区間となっている。同区間に電気機関車が入線する際は河川への負担軽減のダメパンタグラフを一機のみ使用し速度制限をかけて運転される。ただし、琴平駅一番線のみは、 シンプルカテナリー方式になっている。JR 加護、予算線電化区間延伸とともに、土産線も電化区間を、あわ池田、高知方面へ延伸することが計画されたが、その時点では見送られた。これは、ことひらいでは、輸送量が激減することから投資の効果が薄いことや、山岳区間は強小トンネルが多く、河川を張りにくい状況だったことが理由であり、 電化工事を行うよりも高速運転に対応した新型特急用機動車を投入した方が合理的と判断されたためである。なお、JR 四国は2006年に国土交通省交通政策審議会、交通体系分科会の地域公共交通部会に提出した資料で長期的に望まれる投資の一つに琴平高知間の電化を挙げている。多戸津駅さん、縄駅間 編集3、縄駅久保川駅間、編集全通後、編集民営会後、編集高知駅周辺の立体交差の事業を終えた土産線だが、並行する高速道路の高速バスに対抗するために、特急列車を時速 130km で走行できるように、改良工事を行う、要要望する動きがあるほか、土佐山田、大杉間に高速新線を建設する構想もある。また、 ことひら高知館の殿下も要望されている。ありがとうございます。